本日はマドリー対バルセロナコナミスタジアムよりお届けしてまいります。さあ選手入場です。スターティングイレブンです。マドリーから見てまいりましょう。ゴールキーパーナバス、ナチョフェルナンデス、セルヒオラモス、カルバール、マルセロ、カゼミロ、イスコ、トニクロース、そして前線にベイル、クリスティアーノ・ロナウド、ベンゼマという布陣です。続いて青江川バルセロナ、ゴールキーパーテアシュテーゲン、ジェラール・ピケ、ウンティティ、セルジ・ロベルト、ジョルディ・アルバ、セルヒオ・ブスケツ、ラキティッチ、イニエスタ、そして前線にメッシ、アルダ・トゥラン、ルイス・スワレスという布陣です。好ゲームを皆さん期待しましょう。前半キックオフです。マドリー対バルセロナ、エキシビションマッチが始まりました。解説北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いいたします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。セルヒオ・ブスケツ、トニクロース、マルセロ、ベンゼマ、イスコへのボール、今狙いましたね。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応、抜けてくる、サイドのスペースを使います。いいボールでしょ。ルイス・スアレス、シュート、まだある、どうだ、イニエスタがシュート、イニエスタがシュート、止めた。立ち上がりから非常に激しい攻防ですね。そうですね、見応えある試合になりそうですよね。はい、ベンゼマ、スルーパス、これを読んでいた。ここはクリアでピンチを出します。ここで丁寧にボールを扱う。ここは競り勝ちます。長いボール縦へ、ここは読んでいました、縦へのボール。いや、少しいい形になりかけたんですけどもね。ラキティッチ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。ルイス・スワレスからのスルーパスは通りませんでした。裏のスペースを狙う、このボールをカットします。クリスティアーノ・ロナウド、抜けてくる、裏のスペースへ打った。ここは大きくクリア、危険なシーンでした。味方を走らせる、来た、チャンスだ、まだありましょう。アリー上げる、おっとこぼれてる、長いボールを送ります。アーチのようなパス、ボールを受けます。ジョルディ・アルバ、スペース出ましたね、抜けた、このボールに触ります。マドリー、先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね。ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね。まあ攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね、サイドのスペースを使う、いいボール入りますよ。
さあバルセロナボールです。クリスティアーノ・ロナウド、セルジロベルト、スペースへ出す、渡ります。ここ勝負ですね。ジェラール・ピケ、スルーパスを出す、絶好の位置、スアレス、来た、先制、バルセロナ先制点はバルセロナ。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんですよね、今みたいなところは。はい、ギリギリの攻め合いでしたよね。そうですね、価値のあるゴールが決まりました。ロングフィードで狙う、サイドを使う、ロナウド一旦前を取る、クロス、お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、あんま取れませんね。ジョルディアルバ、ボール入りましたよ。大きく縦へ、届くかこのボール、一気に前線へ。クリスティアーノ・ロナウド、さあ左サイドへ、ベンゼマ、このボールはクリスティアーノ・ロナウド、裏のスペースへ、フリーで受ける、チャンス来た、必死のクリアですね。いい形で攻めていきたいですよね。裏へ届くか、裏へ抜けた、このボールをカットします。トニクロース、ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。45分間戦って1対0、バルセロナ1点先制して折り返したという前半です。いい前半でしたよね。中盤でシンプルにボールを回しながらチャンスを作ってましたよね。バルセロナが1対0とリードして折り返します。後半参りましょう。バルセロナとしては後半攻めに行くのか守りに入るのか非常に楽しみでありますけども、どちらにせよこの立ち上がりは注意したいところですよね。セルジ・ロベルト、あり気味のクロス、ラキティッチからイニエスタ、ベイル、長いボール縦へ、サイドのスペースを使う、いいとこ入りますよ。さあクリスティアーノ・ロナウド、ラキティッチ、クリスティアーノ・ロナウド抜けるか、シュート、いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。相手の速いカウンター、これを何とかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。
ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。裏に味方を走らせるクリスティアーノ・ロナウド、いい形ですよ。弾かれてしまいましたがコーナーキックへと続きます。ショートですね。クロス、フリーだ、シュート、わずかに右へそれました。マドリーとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消すやり方を選択してるんですよね。ナチョ・フェルナンデス、縦へのボール、サイドチェンジした形、流れを止めます。ルイス・スアレス、先ほどからかなりプレッシャーをかけられていますね。そうですね、裏へ飛び出されるのが怖いですからね。今日は点も取ってますしシュートも多いですし一際目立ってますからね。ナチョ・フェルナンデスから左へ、メッシ、この試合ですでにアシストを記録しています。イスコ、前線へ長いボール。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。バルセロナとしてはシュートで終わる形ができてないんですよね。もう少しイマジネーションのある攻撃が見たいですよね。ラキティッチ、セルヒオ・ブスケツ、味方を走らせる、いいボールですね。バルセロナ、これはスローイン、マドリーメンバーチェンジがあるようです。イニエスタ、シュート、これはわずかに右でした。ディフェンス、トニクロース、モラタ、サイドを縦に走らせます。いいボールだ、このボールがつながります。ここで丁寧にコントロール、どうだ、ルーズになる、これはわずかに左でした。ギリギリですよ、ボール1個ですよ。ミドルシュートを打っていきましたトニクロース。デニス・スアレス、バルセロナが交代の枠はまだ2つ残しています。スルーパス、ルイス・スアレス、この飛び出しは北澤さん、いや良かったですよね。このタイミングって時に収まりましたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。モドリッチから左サイド、このボール危険です。イニエスタ、イニエスタ、デニス・スアレス、ロングフィードで狙う、いい展開ですね。キーパー前へ蹴り出します。ここはカットします。モラタからのスルーパスをカットしました。メッシ、右サイド上がっていきます。さあバルセロナボールです。さあ交代枠を使い切りますか。
アンドレ・ゴメス、これを奪います。裏へのスルーパス、抜けた、自分で行く。ここは競り勝ちます。モラタに渡る、マーク詰められましたからね。バルセロナとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、ここはタイムエンドホイッスルまで集中しないといけないというところですね。クリスティアーノ・ロナウド、抜けてくる、ウンティティ、長いボールを送ります。アーチのようなパス、セルジー・ロベルト、このアディショナルタイム、いつ笛が吹かれてもおかしくない。通るのか、このパス。バルセロナ、もう無理にはいきません。ここで笛です。1対0、バルセロナ勝利です。接戦をものにしました。名勝負、ここに幕を引きます。さあ、いかがでしたか。バルセロナとしてはやっぱりこの対戦には相当気持ちが入っていたと思いますからね。嬉しい勝利だと思いますよ。はい、そうですね。さあ、そろそろお別れの時が来ました。今日の解説は北澤豪さんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。バルセロナが1対0で逃げ切っています。